錠前の交換、レバーハンドル錠、玄関や勝手口、室内扉などの錠前の交換。なんだか難しそうなイメージですが、ご自分でも簡単に交換できますよ。錠前の種類によってドアに開ける穴のサイズが違うので、新しい錠前を用意する際は商品サイズや扉の切り欠き寸法を確認の上用意しましょう。今回はトイレなどの室内扉に使用されることの多い円筒錠からレバーハンドル錠への交換方法をご紹介します。レバーハンドルはレバーを下げる簡単な動作で開閉できるため、握力の弱い高齢者、障害者の方にも使いやすくなります。取り外し。手順1、内ノブを外す。内ノブの付け根部分に小さな穴があります。そこにキリや細いドライバーなどを差し込み、軽く押すとバネのような手応えがあるので、ノブを引いて取り外しましょう。手順2、丸座を外す。丸座の側面に切り込み部分があり、そこにマイナスドライバーを差し込んでこじ起こすようにすると丸座が外れます。手順3、外ノブと丸座裏金を外す。丸座を外すと丸座裏金があります。丸座裏金のビスを外すと外ノブと丸座裏金が外れます。手順4、フロント板を外す。フロント板のビスを外すとフロント板とラッチが外れます。これで円筒錠の取り外しが完了です。次にレバーハンドル錠を取り付けます。新しい錠前はセットされた状態になっているので、あらかじめ分解しておきましょう。取り付け。手順1、フロント板を取り付ける。レバーハンドル錠に付属のフロント板をビスで留めます。この時ラッチの低くなっている方が閉まる側に来るようにします。逆の場合は上下逆さまにしましょう。手順2、レバーハンドルにネジ筒を固定する。付属のネジ筒をレバーハンドルに固定します。2種類の長さのネジがあります。短い方のネジを使って外側のレバーハンドルに固定しましょう。手順3、レバーハンドルを取り付ける。まず外側のレバーハンドルを差し込み、反対側から内側のレバーハンドルをセットします。長い方のネジを使って内側のレバーハンドルを固定します。これでレバーハンドル錠の取り付けが完了です。錠前は防犯の基本。鍵を閉めて、気を引き締めて、